洗練された静寂は私という存在を再認識させ、己の根源を見つめ直すことができる。ちょっと何言ってるかわからない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、メインクエスト、タマモの情報を集めよう。タマモを訪ねて風味編。よし、これをやっていきますか。はい、風味。タマモの情報を持つ妖怪を探そう。街の西側に行ってみよう。ご褒美大甘いちごとかめっちゃいいやん。何に乗っとんあれ。ケーキ？パン？ちょっとよくわからないけど。とりあえず、頼み事がある人の元へ向かおう。連れてって。痛い。どれですか？どこですか？あれやね、妖魔界にもちゃんと信号が。きっちり信号があるのね。待って、ちょっと。拾っていくから。身代わり人形。ん？あれかな？あ、フーミンや、フーミン。買ってる。なんだか退屈ね。何か面白いことでも起きないかしら。あら、私に何か用？あ、ちょっと聞きたいことがあってさ。タマモっていう妖怪のこと、何か知らないかな？そうね。タマモね。ごめんなさい。ちょっと聞いたことないわね。あれ、有名なんじゃなかったの？そっか。あ、でも怪しいものなら見かけたわ。容器の塊みたいなものだったけど。ほんとか？容器の塊って容器汚染のことか？もしかしてそこに逃げ込んだのかも。ねえ、私も気になるし調べてきてくれない？引き受けてくれたら場所を教えてあげるわ。まあ、そりゃ引き受けたら教えんとね。妖魔界に行ったものの情報を集めるため、フーミンに話を聞いてみると、ある場所で怪しい容器の塊を見たとのことらしい。もしかしたら容器汚染のこと？そこのタマは隠れているかもしれない。はい、引き受けます。よし！あ、俺が調べてくるよ。そう言ってくれると思ったわ。それじゃあ場所を教えてあげる。その容器の塊はね、陽麺っていうお店の近くで見かけたの。ありがとな。陽麺か。ありがとう。行ってみるぜ。はい。気をつけてね。タマモを訪ねて風味編発生リクエストを進めてみよう。ミス？陽麺って言ってましたね。麺屋さんでしょうか。あそこのラーメンは絶品だぞ。一度食べてみるといい。いいな、食べたい。でもきっと妖怪向けなんだろうな。何あれ。なんかね、ちょいちょい怖そうなものが。これじゃないの？鮭？シェイク？ん？どこ？ここ？違う。この辺？あ、あった。なんか思ったより小さい容器汚染やな。とりあえず取るけど。あれか？階段で見かけた容器汚染がでかすぎただけかな。負けたしね。いや、やっぱ妖魔界やけん。強い容器汚染は強いんだな。これはいけそう。ひっぺがせグレルリン。容器汚染に潜んでいてグレルリンは突然襲いかかってきた。突然走ってきたよ、なんか。でもグレルリンやしね、あっという間にやっつけれそう。あー、なんだってね、タマモじゃない。全然違うよ。何か隠してるな。話を聞かせてもらうぞ。何か隠してると。でも速攻でやっつけれるでしょう、こんなの。ど根性発動、いいね。ちょっとつ猛進猛烈撃撃、間違えた。ちょっとつ猛烈猛進撃撃。何を言ってるんだかよくわからねえや。もうシャドウサイドの技使ったのやめてよ。かわいい最後のポーズ。めっちゃかわいかった今。で、何を隠してるの？なんだってメーラー、いきなり来て。何のようだ？いきなり襲ってきたのはお前の方だろう。ち、タマモの姉さんは何してるんだ？今、タマモって。どうやら当たりだったみたいだな。お前、タマモの仲間だな。タマモは今どこにいるんだ？
なんだてめえら、姉さんの知り合いかよ。どこにいるかなんて俺が知りてえな。俺は姉さんの手伝いをしてるだけだ。何？手伝いだと？お前たち二人で人間の魂を集めていたってのか？なんだよ。俺たちはただ、あのお方の命令に従っているだけだ。あのお方？タマモとはまた別？さらに上がおるってこと？なるほどな。タマモの裏にさらに大きな存在がいるってことか。あのお方は力を求めてんだ。人間の魂はその力を得るのにうってつけなのさ。人間の魂を力に。まさか姉ちゃんたちの魂はそいつの手に渡ったってことか。かもしれんね。タエの魂はまだ無事だといいが。そのあのお方っていうのは誰なの？それだけは言えねえな。俺はそろそろ。とんずらー。逃げられたか。だが新たな情報も掴んだ。タオも貝から操る存在か。そんな奴にタエは渡さない。俺たちで絶対に助けよう。ああ。そうだな。ひとまずこの件は片付いた。教えてくれたフーミンに報告しに行こう。フーミンに報告しよう。さあ、向かいましょうか。あれは一体何なんやろうね。めちゃくちゃ気になるんやけど。あれも何か。でもあれ、マーク別に何もついてないんよね。なんかただただ怪しい気配を撒き散らかしてるだけで。撒き散らかしてる。どうだった？何か分かったかしら？あの容器の塊にはグレリンが隠れていたんだ。何か悪巧みでもしてたのかしら。なんだか物騒ね。あ、それとも陽明の大ファンだからお店の隣に引っ越してきたとか？容器汚染の中に引っ越しとかある。好きなことがバレたくないから隠れてたのかしら。かわいいとかあるじゃない。そんなかわいい感じじゃなかったな。ありがとな。でもおかげでいい情報が手に入ったぜ。ありがとうな。お役に立ててよかったわ。それじゃ、妖魔界を楽しんでね。たまもを訪ねて風味編、バッチリ解決。イエーイ。いいね、大甘いちご、私も食べたい。てかさっきのあいつが気になりすぎる件、私はちょっと一旦戻る。話しかけてみようかな。いけるんかな、まずはここ。どうやって行くんやろ。ここから飛び降りればいい。あ、普通に行けるか。ねえ、何？タマモじゃないよね。びっくりした、一瞬タマモかと思ったよ。やはり闇はいいものだな。闇キュービやけんこういう感じになっとるってことか。洗練された静寂は私という存在を再認識させ、己の根源を見つめ直すことができる。ちょっと何言ってるかわからない。ちょっと何言ってるかわからないわ、私には。これが陽面やったってことでいいんかな。でも、シェイクって書いてるよ。やけん一瞬私はお酒屋さんか何かなのかなと思ったんやけど、違うのね。怪しげな雪だるまが。雪だるまなんかな、わからんけど。じゃあ次はあれですね、タマモを訪ねて力持ち編ということで。じゃあ今回はこれは S か、 S だね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの世界あれやね。昼から夕方とかに切り替わってもそんなによくわからん気がするけど。ふふふ。